待って。多分ね。中継図として各地で開放が富士山里はまだ夜更かし富士の朝日陰創業だ伊豆韮山の大観絵馬は秀達彼は海外事情を積極的に学び、時代を先駆けるリーダーの一人となる。役人として幕府のその時代のトップから登用される一方、著名な蘭学者との親交を結び、交流を通じて西洋法術を学ぶ。幕府の命を受け、江戸湾周辺を視察し、ひとたび合戦を始めたら4、5年間は戦争になる。秀達は海の防衛と軍備増強をたびたび提案した。その結果、江戸品川に内海台場の築造を命じられる。今のお台場のところ。さらに彼はオランダの技術を書物で学びながら、日本独自の技術を駆使した大砲作りを求めて反射炉建設のプロジェクトを担っていく。彼の思いは息子の代に受け継がれ、1857年ついに2期4路からなる製法工場韮山反射炉が完成。反射炉の外壁は漆喰で塗り固められ、煙突と炉の内部は
高温に耐えられるレンガで作られている。それでは完成から3年後、万延元年1860年の日記より4月4日から始まる18ポンド可能法作りを見てみよう。まず反射炉の心臓部といえる炉の中から覗いてみる。木炭を燃やして炉の内部を温めてから石炭を投入。その熱や炎がドーム天井に反射して広がり、千数百度まで温度を上げる。鉄は溶け始め、床の斜面に沿って出口へと向かう。溶けた鉄は偉大に立つ大砲の鋳型へと注がれる。ここまで夜10時の点火から翌朝6時の煮込み終了まで徹夜の作業となる。そして1週間冷やした後、大砲の原型といえる鉄の塊は次の工程へと進む。すぐそばを流れる韮山古川から水を取り入れて水車を回す。その動力で砲身となる鉄自体を回転させ、不純物の集まる先端部分を切り取り内側をくり抜いていく。昼夜休みなく続くこの作業は18日間にかかる。鉄製の大砲を一から作る。大量の鉄を溶かすための巨大な煙突を備え、大型水車により鉄を加工する動力を得る日本最初の工場システムといえる韮山反射炉。この技術は脈々と受け継がれ、重工業の近代化の礎となる。線鉄が搬入されてから47日間の工程で、原料の鉄が大砲の重さの倍以上を目減りしながら、一丁の大砲がようやく出来上がる。総重量2375キロ、全長3メートル、合計 13.5 センチの18ポンド可能量。弾を込めて火薬の量を調整しながら計6発、およそ2時間かけて試射、火力への耐圧試験を行い、1年後大砲は江戸大森に運び込まれた。その役割を終えた韮山反射炉は国の管理となり、明治末に保存の道が開かれた。そして現在は地域の人々を保存への絶え間の努力に支えられて、実際に大砲を作った反射炉としては唯一現存し、今世界に認められる産業遺産となった。
でね、映像は終わりました。Now turn up.